はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は群馬県に来ております。群馬県といえばの大食いの聖地のお店、本日はですね、僕の後ろにこれ見えておりますね、永久庵さんに来ております。今日はですね、こちら永久庵さんでがっつりとガチのね、早食い大食いチャレンジやっていこうと思います。僕が以前ですね、こちらの永久庵さんで唐揚げとフライドポテトの山盛り2キロを制限時間10分というチャレンジに挑みまして、これがねもう本当に難易度が高くてギリギリでクリアしたんですけれども、今回はそのおけ盛り第2弾ということで、唐揚げとエビフライの乗った2キロのおけ盛りチャレンジ、本日もですね制限時間10分で挑んでいこうと思います。いや、ぶっちゃけねめっちゃきついっす。めちゃくちゃきつい。しかも出来たて熱々でもうサクサクの衣、この2つを早食いすると間違いなく口の中は大怪我します数日ね引きずるぐらいもう本当に過酷なチャレンジなんですけれども、本日もそちらのおけ盛りチャレンジクリア目指して本気で頑張っていこうと思います。こういうの久々ですからね、ちょっとマジで緊張しますわ。ということで、ただいまですねこちら永久庵さんの店内に入っております。本日ねいただきますそのおけ盛りに関しましては、もうすでにね作っていただいてるんですが、このね永久庵さん、いつもはね僕らもちろんチャレンジメニューだったりとかデカ盛りがメインなんですけれども、普通のねお客様のはもう美味しいお蕎麦であったりとかご飯もの丼もの多数ございまして、それ以外にもですねこう夜用にというかお酒であったりとかおつまみ、そういったものも提供されているお店でございます。でこの永久庵さんといえばね、おけ盛りうどんですよ。これがね制限時間一応30分で、メニューが3キロのおけ盛りうどん、これが一番有名なチャレンジメニューなんですよ。そのメニューに関しては僕がね一応数年間一番早い記録2分20秒で完食をしていたんですけれども、その記録をですねゾウくんが1秒を更新して2分19秒と、今ね2023年の12月現在では僕が2位に陥落しておりますので、改めてですねこれはちょっと記録をね腰に挑戦しに行きたいんですが、本日はですねこの揚げ物の山、まずは攻略していこうと思います。ということでですね、本日いただきますこちら唐揚げとエビフライ2キロのおけ盛りが登場です。いや、あーでかいでこのチャレンジメニューなんですけども、以前ですねガリューさんが挑戦していて成功してタイムの方が9分と49秒ということで11秒残しギリギリだったそうです。僕もですね多分ガチで挑まないといけないと思いますので、すいません、今回はですね食べる際に手使ったりですとかちょっとですね普段に比べても汚くなってしまう部分あるかと思うんですけれども、そのあたりはあらかじめご了承いただいて本日の動画はご視聴いただければと思います。でちょっと事前にね多分余裕がないので今回ですね味変としていただきました。まずこちらがタルタルで、通常のソースにマヨネーズと永久庵さん特製のですねソースいただきましたんで、使う余裕があればこれらを使っていただきたいと思います。ラス君、10ヶ月ぶりにやけどしないようにペロリンチョビしてね。ありがとうございます。いくぞ、3、2、1、スタッチ、いただきます。いやー、やばい。
です。
よいしょでメラリーちゃーん。さすがです。さすがです。しんどいです。さすがです。ということですね。ね、僕のタイマーの手元では46秒残しということで、結果的には9分と、14秒ですね。でチャレンジを成功させていただきました。今日はですね、周りのお客様の応援もあってですね、いい結果が出たかと思いますので、すいません、はい、豚丼のセットを大盛りでいただいてもいいですか？ちょっとですね、せっかくこんだけサクサクの出来たての美味しい揚げ物を、ちょっとねチャレンジということで味わいきれませんのでしたので、この後ですね、しっかり丼物食べていきたいと思います。そしたらただいまですね、追加で注文させていただきました豚飯丼ですね。こちらは大盛りで注文したんですけれども、お店さんのねご厚意でお蕎麦も大盛りになっております。めちゃくちゃ多いんですけど、早速いただきます。いや、この豚飯ですよ、炙りチーズの豚丼なんですけど、うわ、あー、これあ、味はものすごく絶品なんですけど、僕ただいまですね、先ほどのチャレンジの揚げ物のせいでですね、上顎が今大負傷中でして、そこにこのとろけたチーズがね当たりますと、もう激熱すぎてちょっとやばいなこれ。ちなみにですけど、このご飯物を今回大盛りで注文しまして、これ別に愛情盛りではないです。このね、大盛りの量がご飯のみで 450g ありますんで、皆様はですね、あまり無理せずにご注文ください。ちょっとセットで冷たいお蕎麦いただいてますんで、あ、うまい。今回お蕎麦ね、冷たいので頼みましたんで、この冷たい方は冷たい方で、ピカピカね。ごめんなさい、本当はね、これ完食するまで動画をお届けしようと思ったんですけど、今思いのほかですね、この口の中が負傷中でして、あんまりこう急いでね食べられないということで、これはですね、ゆっくり食べます。なので本日の動画はこの辺りで。まあ AQ 庵さんといえばですね、いろんな大食いの方の動画の中でもやっぱりチャレンジメニューデカ盛り等が多くてですね、レギュラーメニュー知らないよって方もたくさんいらっしゃると思います。本当にですね、このお店はもう若い方からもう僕らよりも、ね、全然上の世代の方まで、本当に常連さんが多い、すごく素敵なお店でございます。これからの時期はですね、冬になってきてあったかいおうどんとかね、そばだったりも美味しいと思いますし、もちろんねカレーだったりとか、あとは揚げ物系、いろんなね丼も揃っておりますので、気になる方はですね、ぜひこの AQ 庵さんで美味しいご飯食べに来てみてください。この後はゆっくりこれいただきたいと思います。ということで次の動画でまたお会いしましょう。
先が。じゃあね。